うわ、また店長から LINE だ。なんだよ、今度は。え、今日の店の状況、片付け不完全、即刻店に戻って完了のこと。ってふざけんなよ、もうこんな時間じゃねえかよ。ああ、一応セーフ、記録つけなくてよかった。絶対なんか、今日は久しぶりに集まってるし、みんな待ってるし。これを出してやばいだろうな。ああ、でも、ああ、でも、ああ。はい、遅くなった。元気、先走ろう。くれた。うん、初めてだよ、大丈夫。そんなことより、勇気はどうなの？すぐさ、やっぱり厳しいわ。もう鳴りやまない嫌がらせの電話、LINE。そっか、相変わらずなんだね。それはきついよね。ちょっと、そこ。お、そういうのくらいつったろ。俺みたいに、前向きに行きなよ。目の前のことを、ともかくガツガツ片付けていくのって、そう大事よ。大体しょ、お前はそうやって人の相談ばっかりで、自分はどうしたら。そうだね、報告遅れましたが、実は決まったんだ。え、そうなの？よかった。どこに決まったの？ベンチャーなんだけどね、教育の会社。そうやった。おめでとう。よかったじゃん。まあ、ここからは大変だけどな、お前みたいな抱え込むタイプだと、そういうとこ行くと相当厳しいよね。先どうなるか知らないぞ。そんなに脅かすんだよ。そうよ、そうはきっとやめなよ。いつも人の話聞いてる人なんだから、教育全体向いてる。大事だもん、まず人の話をじっくり聞くってこと。本当そうだよな、非常にぴったりだよ、そういう会社は。いや、よかった、本当よかった。みんな、ありがとう。じゃあ、ごめんしょっか。あ、彩花、俺、決めたよ。あの会社内定切って、起業する。俺さ、あの場所が好きなんだよ。そう、ドリーシン。あそこを、もっと大きく育てたい。うん。そうだな。ありがとう。まあ、俺なりにやってみるわ。大切で大切でたまらない人がいる。守りたい人、喜ばせたい人、助けたい人たちも、自由ってなんだろう、必ずどこかに答えはある。この気持ちを、この気持ちを、そのことのために、その人のために。わけはない、考え続け、ずっと迷い続け、やっと見えてきた。勝負って何だろう、本人が勝つという結末のある。思うままにやってみたい。自分の頭で、自分のこの手で、やりたいこと、わからない方が辛い。それをたくさん見てきたからこそ、決められることもある。自分の思いのままに、心に嘘をつかないで。先はわからないけど、進んでみよう。本当に大切なことを探す。してみる。え、いいっすか。うん、一緒に答え見つけられるか、やってみよう。はい、お願いします。